ドイツ語だからわかんないね。何やったのこれ。やばいのかもしれないな。なんじゃこりゃ。もっとさらにわからない。わかんねえや。よくわかんないですね。おはようございます、吉正です。先日車検を無事取得したばっかりなんですけども、早速壊れました。パーキングブレーキの警告灯の左下にステアリングのマークとびっくりマークがついてますね。これパワーステの壊れてるっていうのはインジケーターです。で、実際今パワーステアリング効いてません。で、どんな状態かというと、非常にステアリングが重いです。当たり前ですね。これからそのパワーステアの故障の原因を探っていったりしようと思います。インパと今 BMW つながりました。インフォメーション。エラー。リードエラーメモリー。ドイツ語だからわかんないね。買いね。クリアーメモリーしてみましょうか。エラーメモリー外れにクリアーで。ノーレスポンスフロムコントロールユニット、ジョブエラーはなさちざるとコンティニュープロセッシング、 ECU からデータが得られなかった。エレクトリック電気パワーステアリングのエラーはもうなくなったことになってますね。 ESC っていうのはダイナミックスタビリティコントロールか。これのエラーは、多分これもないんだろうな。ステアリングアングルセンサーのリードメモのエラースパンないですね。成功しましょう。楽だ。ところが、また別のタイミングでは警告灯が消えません。パワステが効かなくなっています。パワステは動かなくなったり動いたり、エラーがあれば大きなヒントになるのですが、 ECU は正常なのに動かなくなるということは、どこかに接点不良があるのでしょう。目では見えない接点不良、考えうる原因を一つ一つ消していくしかありません。ヒューズボックス見てみます。で、ここをちゃんと外れます。ここですね。そしたら次に、ここですね、を します。外れた。で、そうするとダランとなってヒューズボックスが見えます。ヒューズカード Z 通ってるわけですね。これ見てみましょう。上にヒューズの配列が書いてあって、下にそのヒューズのこちらにあります。で、今回、エレクトリックパワーステアリングを見るので、22番を見る必要がありますね。もしかしたらこのついたりつかなかったりするけど、ヒューズの問題ってあるのかなとかと思います。まあ、ちょっと外してみましょう。いいね、このコツですね。切れてはないと思う。はい、ヒューズの設定に復活スプレーを吹いてみました。さあ、もっと動作してみましょう。さあ、エンジンの開発です。ロスケですね。あ、今度は切れた。合わせて切れる。なんじゃこりゃ。状態でインパ起動してみましょう。ご注意、インパで診断するときはエンジンオフ、イグニッションオンで接続してください。エレクトリックパワーステアリング、インフォメーション、
アイデンティフィケーション、メインメニュー、エラーメモリー、リードエラー、あー、ノーエラーファウンド、あー、リードステータス、ボルテージ、ドイツ語なのでさっぱりわかりません。フェイズ、もっとさらにわからない。かなり詳しく状況がわかるのですが、今回の接点不良には関係なさそうです。今ステアリングアングルセンサー見てますけども、エラーメモリーを読んでもエラーはない。リードアナログステータスしてみようか。ステアリング切ると、左に切るとボルトが下がって、右に切ると上がる。デグリーズ、ステアリング切るとこういう風に動くよと。エラーが出たならまだ対処できるけど、接点不良の場所までは教えてくれません。ドイツ語を一言葉ずつ調べてみましたが、重要な内容は見つかりませんでした。インパはかなり詳細なデータを得られます。しかしインパで何もかも分かるわけでもありません。アドバイスをいただきました。切れてなくても古いヒューズは導水が悪くなることがあるそうです。全部新品に交換します。抜いて交換していくだけの簡単作業です。これ確認しながら行きましょうね。今取り外したヒューズの抵抗を測っています。極端に抵抗が高いやつはないですね。まあだけどこれ見てわかるように中が黒ずんでるんですよね。これは何でしょうね。まあ導通とか関係ないところだと思うんですけど、でみんな調べたんですけど、こいつなんですが、導通がありません。よーく見るとヒューズ飛んでます。うえー、どうしたんだこれ、溶けてなくなっちゃってますね。何やったのこれ。この切れてたヒューズなんですけども、シガーライターみたいです。そして全ヒューズ交換後、その結果は何も変わりませんでした。残念、違うところを調べましょう。ファバステがついたり消えたりするので、ちょっとこの辺りバラしてみようと思います。このネジを外せばスティールのカバーが外れるはずです。これか、ここと、それかここにネジ穴がありますね。この辺りのネジは非常に見にくいです。全部のネジが抜けたら引き出すのですけども、 ETC やハンズフリーマイクのワイヤーが隠してありました。警告音スピーカーとフットライトのワイヤーも外します。手で爪を押さえるだけで簡単に外せました。このトリムカバーは非常に汚かったので、外すとホコリが舞いました。これがパワーステのモーターです。とにかく狭い。頭をペダルのあたりに突っ込んで、体は逆指状態で非常に辛い状態、撮影するのも大変でした。赤くて太いのが電源で、その下にあるのが通信ケーブルです。なんせ狭いのでコネクタには手やプライヤーがほぼ届きません。ここに接点復活剤を吹きます。コネクタを抜くのはかなり困難なので、ついたまま直に吹いてみました。こんなもんでいいのか分かりません。中まで浸透してくれればいいけど。もう一回ちょっとエンジンかけてみましょう。
警告灯はついたり消えたり、やっぱり症状に変化なし。そこで気合い入れました。なんとコネクター抜くのに成功しました。ここに接点復活剤拭いてみましょう。今、コネクタに行ってみてテスターさしてます。テスターはちょうど 12V さしてますね。ということはここまでやっぱ普通に電流が来てるということですね。もうこれで抜けてこなくなりました。 OK です。もう一回エンジンかけてみましょう。その結果、次回に続く。